はい、こんにちは、空波鳥居です。今日はね、休みです。で、天気もね、こんな天気でした。なんかすごいね、すごいでしょ。なんかちょっとこれ見えるかな、ちょっと ET っぽいですよね。なんだ、知らねえよ。若い人知らないですよね。そんな映画見てないね。ET ってこう、あれだよね、続編とか2とかこう出ないよね。なんでだろうね、あんだけこう人気あったのにね。もうスター・ウォーズなんてね、それこそ、何作目これ。ね、すごいたくさんできてるのにね、おかしいですね。まあ、まずはどうでもいいですけど。今日はですね、まあ、便利ツール小物、まあ、これをちょっとご紹介したいなと思うんですけど、まあ、なんでこんなことをご紹介するかというとですね、僕の乗ってるヤマハのトリッカーって、こう車載工具ってあるじゃないですか。皆さんのバイクにも車載工具あると思うんですけど、車載工具を出すために、工具がいるんです。合ってますね。合ってます。はい。車載工具を出すために工具がいるバイクなんですよ。意味わかんないですよね。まあね、なんかどっかでこう止まったりとか、緊急に工具が、必要になったりしたときにですね、工具がないと工具を出せないんですよ。意味わかんないですね。意味わかんない。ヤマハさんおかしいよ、それおかしいって。まあまあいいんですけどね、まあそういうバイクなんですね。で、まあどういうものを持ってるかというとですね、その1、僕常にですね、はい、お財布です。はい、安物財布ですね。すいませんね、みっともないんですけどね。ここにですね、キーホルダーついてますね。このキーホルダー、何かと言いますと、はい、ドライバーになるんですよ、これ。このキーホルダー。この先端ですね。ここで、まあ、1とか2のサイズのですね、プラスおよびマイナス、を回せます。はい。これですね。で、ここの部分で、6ミリ、7ミリのマイナスのネジを回すことができます、はい。そしてトリッカーのツールボックスなどはこの一番太いところ、ここを使って、すごい数ですね。ここを使って回すことができます、はい。これを持ち歩いてます。っていうか持ち歩かないとダメなんです、トリッカーの場合は、はい。そうですね。であとですね、トリッカーのリアボックスですね。リアボックスに、入っているのが、これです。これ何かわかりますか。はい、大体の方正解です、はい。まあ、便利ツールなんですけどね、これ一つあると便利です。これをこう開いてもらうと、こうね、ペンチになります。まあ、ちっちゃいペンチですけどね、ないよりかマシです。手で回らないような、ものも回すことが一応可能なんで、便利ですね。でそれから、それからですね、これ分かりますか。これ、はい、はい、LED ライト、申し訳程度ですが、LED ライトが、ついてます。これもね、ないよかましです。何かあった時にはないよかましです、はい。ここの部分ですね、はい、これ見えますかね、ナイフ、缶切り、プラスドライバー、それから、マイナスドライバーがついてます。これライトですね。よいしょ。はいですね。はい、これだけ、ついてます。便利ツール。あると、本当に助かります。助かります。はい。
こんなコンパクトになりますのでね、1個何か、リアボックスでもいいですし、懐忍ばせてもいいですし、まあ、何かバッグのようなものに入れといてもらってもいいんで、ぜひね1個持っておいていただけると、とっても、何かあった時、便利かなと思いますね。それからもう一つ持ち歩いているものが、あります。皆さん、こういう動画撮っててバッテリー忘れたことありませんか？はい、私もあります。そういう時はね、でもモバイルバッテリー今は持ち歩くようにしてるんで、まあ、大体、なんとかなるんですよね、うん、でもメモリー忘れたことないですか？皆さんはないですよね。私あるんですよ、何回も、しかも何回も、間抜けでしょ、あるんですよ。でそんな何回かやったんで、もう最近はですね、財布の中に、こういうキーホルダーを入れてます。これ、はい、でこのキーホルダー、これステンレス製なんですけど、このキーホルダーのですね、中に、はい、マイクロ SD が入ってます。予備のカードですね、はい、もし忘れた時とか、カードが、足りなくなった時、消せないファイルが、あったような場合で容量が足りなくなった時、ここの、予備の、メモリを使えるように、してあります。はい、あると便利ですね。で気になるお値段です。はい、ここから空波ショッピング、嘘ですよ、売りませんよ、売りませんのでね、お値段ご紹介したいと思います。まずこの中で一番高いものどれだと思いますか？実はこれです。こんなもんですけど、これ電気屋さんで売ってるんですけど、まあ大体、5、600円します。はい、で次にこの便利ツール、これね安いですよ、これ400円、高難で400円でした。はい、で、一番安いのはこれ、キーホルダー型、ドライバー、簡易ドライバー100円です。500円の400円の全部3点で1000円ぐらい、3点で1000円ぐらいです。はい、安いのでぜひ、携帯を、してヤマトカにね、行ってもらうときには持ってるとね、損はありません。ぜひ持ってってあげてください。それからですね、まあ以前もねここで謝罪会見をさせていただきまして、まあ今でもね、YBR には安物鉱物油を、使ってます。まあ、用途がね、用途です。通勤とか街乗りだけですので、今でもそれで十分だと思ってますけれども、トリッカーの、ね、場合はやっぱり、ハンクラ多用しますし、山登るような場合ですね、クラッチ、エンジン等に相当負担がかかりますので、次回からやっぱりオイルはちゃんと、ちゃんとっておかしいか、ちょっといいものを入れますと、いう宣言を、謝罪関係の時にしたんですけど、まあ、その後ですね、結局じゃあお前何入れることにしたんだと、ちょっと聞かれましたので、ここでご紹介したいと思います。まあ、実はね、パノリンを入れ、パノリンの、シンセはねちょっとお金が、なかなか厳しいもんで、価格合成 100% ですね。でブレンド、部分化学合成油で、行こうかなっていうふうに思ってたんですけども、まあちょっとですね、今回他のオイルを選びました。ちょっと友達からの、紹介でですね、使ってみてっていうふうに言われて、教えてもらったので、ご紹介したいんですけども、これにしました。はいはい、モトレックス、クロスパワー 4T、10W の60です。はい、 10W の60ですよ、すごい高粘度ですよね。これはですね、フルシンセです、全化学合成油。はい、で一応ですね、
クロスパワーっていうシリーズなので、オフロードオフ車用のオイルです。はい。で、モトレックスっていうメーカー自体が、ヨーロッパの、メーカーですよね。違うかな、ごめんなさい、違ったらごめんなさいね。メイドインどっかで書いてあるかな。日本の、販売会社はこれデイトナになってるんですよ、うん、あ、スイス、はい、製造国がスイスです。で、モチュールとかって、ちょっとおかしな値段じゃないですか。外国で買う値段とすると日本の値段ってもう何倍もするわけですよね。だから結局元はそんな高いものじゃないの、まあ高いものじゃないって言っても高いですけど、高級な、もともと高級なオイルがさらにものすごい値段乗っけられてるっていうことになってますよね。でもこのモトレックスって多分その間に入ってる会社さんとかがおそらくそれほど、取ってないのかなっていう感じで比較的安く手に入るんですよ。これ4リッターで、6000円です、送料込み。ということは、2リッターで、1500円、1リッターあごめんなさい2リッターで3000円、で1リッターで、1500円。ということはですよ、パノリンの、部分化学合成油より安いんです。はい。で、全化学合成油で、オフロード、用ということで今回これにすることにしました。はい。で、粘度もですね 10W60 なんで、まあ、かなり、熱くなっても大丈夫かなと、思います。まあ、私の場合は、回転よりも、エンジン保護、というところでですね、まあ、あとねさらに一つ決め手になったのは、僕の大好きな、乗れないんですけどオーストリアの、バイクメーカー KTM、はい、ジャケットは KTM ね着てますけどねよくね、その KTM の、バイクの、指定オイルが、このモトレックスだと聞いてます。はい。まあ、それもちょっとね決め手になったんですけど、まあ、しばらくねこの、まあ、4リットルあるんでトリッカーだと、まあ、3回は入れられますね。はい。ですので、まあ、ちょっと次回からは今ワコケミカルのトリプル R 入ってますけど、次回からはこれで、自分で交換して、3回ほど乗ってみて、まあ、様子を見てみたいと思いますので、また、そのインプレもしたいと思いますから、ぜひ、ご覧になってください。はい。じゃあオイルが決まりましたというところでご報告でした。ありがとうございました。